はい、どうも、ゆっきーです。今日はですね、綾瀬はるかさんが、僕は芸能界の中で、女性の中で一番大好きなんですけど、それにちなんで、こちら、ジャイアントコーン、アイス好きな俺の、違う、綾瀬はるか好きな俺の、アイス動画、でいこうかな。皆さん、このジャイアントコーン、最近 CM で、綾瀬はるかさんが、出てるじゃないですか。ね。で、俺このジャイアントコーンって、ぶっちゃけアイスで、かなりの割合で食ったことがないんです。このジャイアントコーン。うん。まあ、その影響もあって、綾瀬はるかさんの影響で、ちょっといただきましょうかね。ジャイアントコーンでハッピーチャージってやつ。ただ、いや、綾瀬はるかさん大好きなんですよ。うん。大好きなんです。ただね、一つ納得いかねえのは、ジャイアントコーンの、チョコナッツ味ね。ポピュラーなやつ。一つ納得いかねえのが、綾瀬はるかさんの、口紅の色。最近なのかな？濃いの流行ってるじゃないですか。めちゃくちゃ色濃いんですよ。あれは、あんまり好きじゃない。うん。だからよく言われますよね。男受けが悪いって。ね、濃い口紅はね。まあいいや。食べましょう。いただきまーす。ジャイアントコーンでハッピーチャージ。うん。うん。これ、アーモンドがここに変わってる。で、チョコ。あ、うまい。値段が、90円ぐらい。うん。うわ、懐かしいな、これ。マジで、20年ぐらい食ってない、これ。大体俺買うアイスで一番好きなのが、大体チョコミントアイスなんですよ。で、チョコミントアイスの、6本入りぐらいのやつ、入ってるやつ。あれがすごい好き。ガリガリ君の会社の赤木乳業さんが作ってる、箱入りの、6本、バーが6本入ってるやつね。あれが一番好きなんですけど。もしくは、スーパーカップのチョコミント。うん。でも、スーパーカップのチョコミントって、あれ、夏しか売ってないんですよね、確かね。うん。期間限定なんで。だけどさっき言った赤木乳業さん、ガリガリ君で有名な、ね、あの会社が出してるチョコミントは、通年販売なんで、圧倒的に、あっちの方がうまい。値段的に見てもね、コスパ的に見ても、グラム単価的に考えても、圧倒的に6本セットの方がうまい。チョコミントってやつ。うん、圧倒的です。何がうまいって、赤木乳業さんのチョコミントは、いわゆる、チョコが、
粒じゃないんですよね。よくあるパリパリチョコっていう。うん。パリパリしたやつ。あの感じなんですよ。だから食べるとパリパリって音がするんですよね。食感もすごい楽しめて、まあそれに比べて、スーパーカップの方は、あれただのチョコの粒ですから、パリパリなんて言わない。うん。ググってみましょう。赤木乳業さん。ガリガリ君ね。あ、あるある。チョコミント。クールアイスバー。こちらが、あ、7本入りです。ね。7本入り。多めのチョコチップで普段ミントを食べない人でも食べやすいチョコミントアイス。すっきり爽快なミントとバリバリチョコが楽しめます。これは、3種類ありますね。チョコミントのシングルと、チョコミントのマルチ、箱型のやつと、チョコミントのカップ。で、この中で一番の、うまいのは、コスパが、めちゃくちゃ高いのはこの、チョコミントの7本入りのマルチタイプ。これがとんでもない、クオリティが高い。いや、クオリティとかの問題ない。コストパフォーマンスが半端ない。あ、すげえ、うん、ここ、サックサク。あ、すげえ。このビスケットみたいな部分。サックサク。こんなにサクサクなの？びっくりした。あ、すげえわ、これ。何に驚くって、ここの部分だよね。すごいな。うわ。で、さっきの話に戻って。7本入りの、チョコミントの。いや、コスパが半端ないです。これ、一応メーカーの希望商売価格が350円。税別でですよ。だがしかし、スーパーで売ってる、このチョコミントのマルチ、値段がだいたい250円どころか200円とか、198円とかで売ってるの。とんでもないな、コストパフォーマンス良すぎるな。大丈夫かなと思うレベル。あれ？あれ？下の方になったらなんか、チョコが熱くなってる。うん。なんか、チョコ熱くなってる。すごい、チョコ感が。すごい。で、今もう4月の中旬。もう気温が室内だと25度とか20、今何度？今23度っすね。うん。
うん。まあ、とにかくコスパが半端ないということです。うん。だってさ、コスト的に値段が安くて、しかもうまいってなったら、ねえ、最高でしょ。うん。まあでも、個人的には、今まで食べてきた中でチョコミントで一番うまかったのは、シャトレーゼのチョコミント。バリバリチョコだったか。パリパリ。パリパリチョコみたいな。まあ値段は若干この赤木乳業さんより若干高いんですけど。シャトレーゼって、っていうお菓子屋さんがあるんですよ。うん。で、ここで売ってる、アイスとかも売ってるし、ケーキとかも売ってるんですけど、ワインとかも売ってるんですよ。で、俺は基本的にここでは、アイスしか、買わないんですけど、とにかく、このシャトレーゼの、チョコバーとか、チョコバッキーとか言われてるんですけど、これが半端なくうまいんですよ。うん。これ半端ないうまさなんですよ、これ。うん。チョコバッキーバニラ。値段が税込み1本64円です。で、これでもチョコとか、バナナ、栗とか、まあ、いろいろあるんですよ。うん。あ、一応オンラインショップもありますね、これね。オンラインショップもある。1万800円以上で送料無料。まあ、これアイスだったら絶対冷凍なんで、相当かかるでしょうね、値段。とにかくこのチョコバッキーシリーズが半端なくうまいっていう。伝説レベルの、コストパフォーマンスを誇ってる。チョコバッキーシリーズ。ごめん、嘘です。これ昔確か違ったんじゃないかな、これ。今は多分チョコバッキーなんだけど。昔はなんかパリパリってやつだったんですけど、これは今なんかバキバキ系になってますね。変わったんかな、これな。はぁ、多分変わったんだと思いますね。シャトレーゼ。あと、ミント、チョコミントのチョコミントのアイスで、パリパリ系あったと思ったんだけど、あ、チョコバッキーってやつね。バッキーに変わったんかな？いや、それとも俺がにわかで忘れてるだけかな？あ、これ、チョコミントバーってやつね。うん。6本入りのやつ。と、今は売ってないですけど、多分期間限定ですね。チョコミントは多分一般的には売れないんで、多分。あ、特に関西の方では全く売れないんですよ。関西人は、チョコミント大嫌いらしいんで、うん。俺昔大阪に住んでた時に、シャトレーゼ行きましたけど、で、俺だけ、チョコミントね、買いまくってた。その後知りましたね。関西人はチョコミント大嫌いだって。まあ、人にもよるんでしょうけどね。うん、あ、チョコバッキーに変わっ
ったんかな、いや、それとも多分、まあ、とにかくチョコバッキーっていうシリーズの、その、チョコの棒アイスなんですけど、まあ、ミントのね、その中に、その、薄いっていうか、割りかし厚めのやつがこう、ブワーってなんか、入ってて、食べるとすごいこう、バキッと音がする。うん。っていうそのシリーズがすごい美味しい。半端なくうまい。もう多分伝説レベルのうまさ。もはやチョコミント超好きだけど、もうチョコミントアイス、アイスですね。主にアイスなんですよ。うん。それ以外だと、なんかドリンク。で、チョコミントのドリンクみたいなやつとかもあったの。あれも美味しかったんですけど。基本的にはチョコミントのアイスが一番好きなんですよね。飲み物じゃなくて。アイスが一番ね、好きで。まあ、時点でチョコバナナ。チョコとバナナのあのやつが、好きなんですね。うん。で、一番嫌いなのはバニラです。一番嫌いなのはバニラなんです。あれは いらない。うん。まあ、他にもほら、マロン味とか、クリ味とかも、あるでしょ。あれも美味しいんだよな。でも、やっぱり、まあ、冬だとやっぱアイスって食わないけどね。やっぱ、俺冬は嫌いなんで、冬はもう寒くてもう冷え性なんで、ダメですね。食べません。だから、まあ、あったかい時、夏とかね、春、夏あたり、やっぱり、ね、アイスは美味しいじゃないですか。で、俺は、一番おすすめは、シャトレーゼっていうお菓子の、お店の、チョコバッキーのチョコミント味が、一番好きです。うん。うん。あ、もしくは、このシャトレーゼのチョコミントバーってやつ。もしくは、一般的に売られてる、スーパーで売られてるのは、もう、赤木乳業さんのチョコミント7本入りのやつ。うん。あれが、パフォーマンスが、良すぎて、値段が安い上に、量も非常に多くて、もう、あれも神がかってますね。うん。うん。あと、俺嫌いなアイスだと、なんだっけ、クソ高いアイス。ハーゲンダッツ。ハーゲンダッツ大嫌いです。ハーゲンダッツね、普通のアイスに比べてもむちゃくちゃ甘いんですよ。だからまさに値段が高ければうまいっていうのは、もう間違いなく比例しない。ハーゲンダッツのバニラ味とか、食べたらものすごい甘いんですよ。他の、いわゆるスーパーカップのバニラとかに比べて、圧倒的に甘みが強くて、これちょっと甘すぎるなと。ということで、ジャイアントコーンは、思った以上に、もうずっと食ってた、20年間ぐらい、このジャイアントコーン食ってなかったけど、思った以上に美味しい。うん。そして、綾瀬はるかさんが大好きです。ということで、四つ星。ご視聴ありがとうございました。